皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは女性の購買心理を理解してスルスル集客できるコツとはということについてお話をしていきたいと思います。女性の購買心理、男性と若干違うところはあるのは、おそらく男性の方とかは一緒にお買い物とかですね行ったりすると理解できる部分は多いと思うんですけれども、教室の先生とかはですね、教室がそこにあるわけなので、その教室で、女性を集めるっていうことを考えた場合には、知っておいてほしいことっていうのは当然あるわけですよね。でそちらの方を、理解をして、集客活動、それがSNS 関連なのか、その他の集客活動か、集客媒体を作る場合かっていうのは別としても、理解をしていてほしいコツがありますので、それを本日はお伝えしていきたいというふうに思います。まずですね、最初に理解してほしいことっていうのがあるんですけれども、例えば何かを決めるときにですね、男性なのか女性なのかでその割合とかが若干違うんですけれども、理性と感情っていう、2つの、ものが人間の中にはありますよね。でその時にバランスで大体こう物事を判断していくことが多いんですよね。例えば分析をするようなタイプの人は感情より理性が勝りますし、感情的な人は、どちらかっていうと、感覚的な人は、理性よりも感情が上回るっていう。で、これが女性か男性かっていうふうに言うと、前者の方がどちらかっていうと男性が多い傾向ですね。で、感覚の方が女性が多い傾向にあります。でその決定をしていく上でですね、特に女性の方が、感覚感情で商品を決めていく、決定はその感情が 90% 決めるっていう、そういうデータがあるぐらいですね。感情の部分が結局人の心を掴んでいる要素になってきたりとかするんですよね。そうすると、どちらももちろん大事なんですけれども、そのバランスの比重っていうのが当然あるわけで、男性の場合だと例えば理性の部分を特に強調して、例えば6割とか7割ぐらいとか強調して、あとの3割で感情の方をフォローアップするような形でやる。で逆に女性の方は 7,8 割を感情の方からアプローチして、データとか数字的なものとかを3割補うっていうような形になるんですよね。ただどちらのタイプの人が事業によって多いかによってもバランスは変えたり、場合によっては五分五分の方がいいような事業とか、顧客属性とかっていう時もあるのかもしれないですけどね。ですから例えば女性の場合だからといって感情のほとばしりだけで話を進めてしまうと、理性の部分がないので説得力に欠けてしまいますよね。逆にその理性に基づいたメッセージっていうのは、その感情が入ってない分無機質で機械的で、冷たい感じがするっていうことで、相手のこう懐とか感情に入っていくことができなかったりするんですよね。ですから大概こう上手な講演家とか、人の心を上手に掴んでこう納得して動いてもらうように話ができるタイプの人っていうのは、説得力があるメッセージを出すのがうまいので、対象によってなんでしょうけど、感情と理性のバランスを上手に、取った状態でお話をしていくことになったりしますよね。ですから例えばそうですね、女性が衝動買いをする時とかっていうのは、理性で考えるとですね、バッグとかが多いのかな、バッグだったとした時にバッグっていうのはおそらく、理性的に言うとですね、物を
例えば小物とか、まあ、自分のお財布とかいうのを含めて物を入れてどこかに行く運ぶときにそれをバラバラに持つことができないからひとまとめにして、まあ、バッグに入れて持ち運ぶっていう、まあ、機能とかがあったとしますよね。そうすると機能を満たしているのであれば本来1個でいいはずですよね。ですが女性の場合にはその物を運ぶ云々っていうこと以外のファッションの一部として、だからこの服に合わせたいから秋服だから、春の服だからとか、その色とか、まあ、素材も含めてですね、それに合わせてバッグを買ったりとかしますので、バッグの数はすごい増えていくわけですよね。ですから、そこはそれに合わせたい、欲しいから欲しいっていうことなんで、そこで例えば男性がいや運ぶだけのバッグなら家にあるだろうっていうふうに言うと喧嘩になっちゃったりするわけですよ。その機能で買ってるんじゃなくて素敵よねっていうそのアイテム、ファッションアイテムとして買っているので感情の方がまあ勝っているわけですよね。そして男性の方は1個あればいいじゃんっていう見方をすると当然そこは食い違ってしまうということですね。逆の場合も当然あり得るわけですよ。男性が、車とか考えた時にこちらから A 点から B 点へ移動するための手段として車っていうものがあった場合にですね、その車が、かっこいいとかかっこよくないとか本来はまあ関係ないわけですよ。移動する手段の箱として四輪自動車としてだったら、スポーツカーである必要もないしかっこいい車である必要はないんですけど、男性がかっこいい車を買う時っていうのは機能そのものを買ってるのではなくて、もちろんいい車機能もいいんですけれども、その車に乗ってる自分ってかっこいいとか、そういう観点で車とかを買ったりするわけですよね。ただこれもまた時代とともに価値観とかは変わっていて、今の若い人は車とか持たないっていう人も多くなっていて、カーシェアリングとか使ったりとかっていうことで、その車を持って人に見せびらかすっていうステータスを感じるのが時代が古いみたいになって、価値観が変わると、まあ、車の買い方持ち方っていうのも変わってきてしまうんですね。ですからその理性で物を買うのではないということが理解できるのであれば、いわゆる文章を書くときとか、まあ、訴えるときとかにですね、そのポイントが分かった状態で書いていくことができると、当然人の心を動かしたりすることができて、人の心が動くと行動に向かうっていう方にシフトさせることもできたりするので、まず感情がベースになってるんだっていうことを特に女性の場合はですね考えて、理性的な数字の部分もまあ言う必要はあるんですけれども、基本的には感情に訴えかけるような形で書いていくのがいいということですね。例えば、まあ、嫌いなものとか、嫌いな、そうですね、例えば若干ね、ちょっと汚い話になりますけどゴキブリとかって、まあ、私も嫌いですけど皆さん嫌いじゃないですか。でそれはその感情としてまあ嫌いなわけですよね。ですけれどもそういう感情は合理的ではないというふうに理性的に言われても、いわゆる嫌いなものは嫌いじゃないですか。ゴキブリはテカテカする羽がとか、なんかそういうのってすごい理不尽じゃないですか、ある意味。だけど嫌いなものは嫌いだから嫌悪感は変わらないっていうことなんですよね。そのゴキブリがだからどういう状態で何っていうのをね説明されたとしてもゴキブリの評価は上がらないですよ、感情的に嫌いだから。なのでまあそういうもので、まあ、女性も、まあ、男性もダメな方とかもねいらっしゃいますけれども、でも感情が先に走るっていうことですね。でその、感情が先に動いてそれを正当化する、補完するためにですね、補っていうのは補欠の補に完全の感と書いて補完っていうんですけど、するために理論を使ったりするケースが多いですよね。だから女性の場合で言うとそうだな、
ご褒美っていう言葉好きですよね。私もよく使いますけれども、これは何とかかんとかをしたご褒美、自分頑張ったご褒美とか言ってね、欲しいものを先に見つけちゃうわけですよね。でそれを買うんですけれども、買う時の理由を後付けで考える、この間そのお仕事を頑張ったし休みなくやったからっていうことを言いながら物を買うとかっていう、そういう心理が働くわけですよね。なのでその時だってまず最初に感情が動いて、欲しいから、理性でこれは何を頑張ったご褒美だ、本当にそのご褒美だっていうものを買いに行くっていうふうに決めてからやる場合もあるんですけど、衝動買いとかってなんか言い訳、ちょっと自分に対して罪悪感もあったりすると言い訳をしてから、買ったりとかするじゃないですか。そうですね、私最近っていうか、2、3ヶ月前にですねサックスを買ってるんですよ。まあ一目惚れというか、あこれ欲しいとか思った、まあ、サックスがねあったんです。でそれは決して安くはないんですけれども、私誕生日が7月なんですよね。で5月の下旬かな、終わりに買ったんですよ。6月ちょっと入るくらいまで、まだ誕生日まで1ヶ月半くらいあるんですけどね、やっぱ言い訳が欲しいんですよね。こう大きいものを買うわけですから。そうすると、うん、自分で自分の誕生日プレゼントにしようっていう風に自分で決めて自分で買うんですけど、まあ、ねだって買ってくれる、ね、形であればねだってもまあいいんでしょうけど、欲しかったんですねその時に。そうすると大義名分がないんですよ、誕生日まであと1ヶ月ちょっともあるから。だけど早めに自分にプレゼントだとか言って、まあ、正当化して買うわけですよね。で女性の場合にはそういう言い訳を作ってあげたりとか、正当化できる理由を後付けでもいいから言ってあげると購買意欲はおそらく増しますよね。大抵ですね、感情っていうのが理性を上回るケースが多いんですよ。これテレビで見た実験とかあるんですけど、これ皆さんがねやろうと思ってもできるんですけれども、例えばまあ10センチぐらいのいわゆる建築とかで使う柱の角材ですね、10センチ、15センチ、まあ、12センチぐらいかあって、それを床の地べたに置いて歩く分には難なく歩けるんですよ。だけどそれが例えばすごいこう高いビルとビルのこの隙間のところに角材あります、それを渡ってくださいって言われると、まあまず下が見えますから恐ろしくて渡れないですよね。私も渡れないです。論理的には一緒なんですよ。だって10センチの角材の上を歩くっていうミッションは一緒なんですけど、下の風景が見えてしまうとやっぱ落ちたら死ぬかもしれないっていう恐怖が感情の方ですね。角材の上この幅はさっきも歩けたから歩くのは簡単だという理性を打ち負かすことになる、やっぱ恐怖の方が大きいですよね。だから感情の方がですね、どちらかっていうと理性よりも物事を決定していく上では強いというデータがあるんですね。そうすると例えばそうだな、ビジネスを成功させていく、うまくいかせるっていう時には、いろんな要素はあるんですけどね。私の中ではもちろん継続ができることとか、まずは行動することとか継続できることっていうのも2大要素でよくお話はしているんですが、それと同時にマインドの部分ですね。自分がその時どういう感情に揺り動かされてしまうのか、特にネガティブの方ですね。ポジティブの方はね理由つけてどうにかしちゃうんですよ。例えば何かが欲しいとかって言ったら、それを補完するための理由を考えることができるんですけど、人から受けるネガティブっていうのがありますよね。そのネガティブを受けてしまう時に、実際に自分が平常心でいられたりとか、その感情をコントロールできるか
ていうものも一つ大きな素養になっていくし、あとはコミュニケーションですね。それをやっていくときに、まあ、いろんな人がいますから、自分の中でえとか思うようなこととかもスルッと流せるか流せないかっていうのも必要な要因になってくるので、その感情っていうものを理解して、きちんと適切に、人に何を言ったら人っていうのは行動してくれる、感情が動くんだろうっていうのを理解して言葉を発するっていうことで、人は動いていくんですね。ですからやっぱワクワクする楽しいことっていうのは伝わりやすいですよね、すごくね、はい。なので例えば集客をするための文章を書くっていうことにしても、その女性に特に書くような、クライアントさんに書くような時には、その人の感情がどういう状態になったら商品を買ってくれる、ないしはサービスを受けてくれるんだろうという、観点から文章を書いていく方がいいです。なので理性的にこれがいいです、これがいいです、これがいいですっていうことを列挙するよりも、その人が、どういういい状態になれるのかとか、要は楽しいか楽しくないかの部分の楽しさですよね。それが想像できるように言葉にして文章にして訴えることができる人っていうのは割と集客しやすいですよね。ですからそんな観点からですね、女性を集客する場合には文章とかを書いていっていただけるとですね、スルスル集客ができるようになる。なぜならば、感情に訴えかける内容だったとしたら、そこを喜んで、あ、そうだよねって共感して持ってもらって商品を買ってもらえるということになるからです。はい。ですのでまとめ、女性の購買心理を理解してスルスル集客できるコツというのは、理性と感情のコントロールをすることが必要ということと、あともう一つは、人は理性よりも感情が決定権を左右する要素になっているということを理解して、感情に訴えかけるように、文章ないしは画像ですねを用意していくことっていうのが、結果として集客を楽にしていく、要素になっていきますので、そんなことも理解して文章とか書いていってみていただければというふうに思います。それでは。